その日、私の枝の上には二人の男が座っていた。久しぶりだね、ドラえもん。久しぶり。ずいぶん大きくなっただろう、このハイブリッドの木。プリウスから始まったハイブリッドカーが世界中に広がっていくのと同じように、どんどん枝を伸ばしている。でも僕たちの夢はハイブリッドを広げることだけじゃない。ハイブリッドを通して未来を変えること。そのために僕らこの時代に来たんだから。未来は変えられる。何あれ？芸術だわ。何なの？は？地球だ！あそこにもこの街の未来を少しだけ変えた男がいるみたいだね。のび太のくせによ。やめてよ。大変だ。行かなきゃ。ちょっと待って。どうせドラえもん呼ぶんだろ。いや、もう誰かに頼るのはやめたんだ。何？のび太くん。行くぞ、ジャイアン。わあ！彼も未来を変えようとしているみたいだね。結局負けたんだ。うん、でも気持ちよかった。私の枝にはなぜか花が咲いていた。ハイブリッドリボン、トヨタです。